ペチーノさん、ハートありがとう。へい。ただいま、ただいまの後はガラガラジンジン、ガラガラジンジンした？あ、してない、嘘だ、お嘘ついた、お手手は洗った。そう、今日おじゃまるさん、たい焼きありがとう。何番目の工藤が一番強く押されてんの？多く押されてんの？知りたい。みんな何番目押してる？定型文多すぎって言われとる。ハロー。ノードヌール、ノードヌールしてない。した方がいい？やばい。ちっちゃい。えっとがおる。くとくと。歯磨いてからにしようかな。いっか、別にそんな、そんな、そんなルールないもんね。歯磨いてからしてくださいねみたいな。3番目押した？ 2 番目？ちょっと今から喉ヌールしてみようかな。喉ヌールする。これさ、もうハーハーしちゃうやん。これちょっとちょっと怖いんやけど。しかもさ、私 EX クール買ったやん。ちょっとクールすぎたかも。いきます。あただいま。ほがらかなうがいからおえつ。カモラグさん、ありがとう。たい焼き手打ちしました。手打ちしてくれたの？おやっきーさん、たい焼きありがとう。多いって。サンソンさん、ハートありがとう。ただいま。髪の毛さ、ね、ちゃんとさ、オイルさ塗ってからさ、ストレートにしたからさ、ほら、ちゃんとまとまってる。毛先まで潤って、ドパッツン前髪も喉の殺菌できたね。これでもう久々のお外はちょっと疲れましたけど楽しかった。空洞ってなっちゃん、お疲れありがとう。ただいま、ただいま。威嚇もできた、威嚇できた。なんか今からハンドマッサージ10分しますよみたいな、そういうなんかお姉さんたちがいて、お姉さんみたいな、すっごくおしゃれですね。私もサングラスかけてこうやって歩いてんの。お姉さん、すっごくおしゃれですね。こんなんじゃないよ。キヨニン、お疲れありがとう。髪の毛きれい、嬉しい。暑かった？嘘、私結構涼しいかと思ってた。もうこんな、もうこんなサングラスかけて。お姉さん、とっても美しい。ごめん、最初にもう、いや威嚇なんてできんくてさ、お姉さんおしゃれですね、今ハンドマッサージしてる。もう呼ばれた瞬間、うーんみたいな感じに言ってしまって、喋りかけられてしもたっていう、って言ってしまって、でそれでおしゃれですね、ありがとうございますみたいな、もういやそんな私なんかがって気持ちで、ありがとうございますって言って、それで、ね、今ならハンドマッサージ10分やってるんですけど、ごめんなさい。あんな、こんな威嚇できそうな見た目、こんなんじゃらじゃらつけてさ、サングラスかけてんのにさ、とか言っちゃった。負けいきなり負け。ただいま。そう、タワマンの住人っぽくちょっと見たけど、ちょっと無理やった。うん、ちょっと話しかけんなオーラ出せずで、新聞の見出しみたいに言うじゃん。あふれてる優しさで話しかけんなオーラ出せず、ち
っと話しかけながら出せなかった。うん、工藤さん喉は喉のお薬をちょっと飲んでみまして、もうママの言うこと最初から聞いとけばよかった。7月31日からママにその時から「エコちゃん」みたいな、「お薬飲んで」って、「喉ヌールスプレーもいいし」って、実はママにも喉ヌールスプレー言われてたんだけど、いや強がってみたんよ、そのもう自然治癒力に任せるみたいな。でもダメね、やっぱりちゃんとお薬に頼るところは頼った方がいいっていうことを学びました。キャッシーさんマイクありがとう。でももう治りかけ。え、そうなの？2部のアンコールの暗闇見てる？最高じゃん。もう腕が疲れた。もうね、すっごい重かった今日の荷物。うん。ほんと喉痛つらいっす。グラサン駆動です。グラサン駆動でした。イコお疲れありがとう、お疲れ様。でもちなみにまだサングラスあって、それは今修理中、おかんマミー修理に出してるんですよ。そうマミー修理に出してて、だから今度実家に帰った時はちょっとそれをね持っていこう。今からさハガキ書こうよ、ハガキ。このお肉ギフトたち、瀬戸チャレ見てね。中の服気になる？これこれはねスケスケなんで、ん中の服どうぞ、はいはあ、タラモマニアさんかわいい、ありがとう。あれなっちゃんコンコンかわいい、ありがとう。なに大事にして、あなただけの体じゃないのよ面白い。あれ一個お疲れてたよね、ありがとう。お疲れ、え、ごちそうさま、美味しかったかい、満腹かい、ちょっと良いですか。うん、侍なん、そうママ侍。うん、兄にお肉をね、え、なんかありがとう、いい、どういたしまして、何みんなそんなこんなんで喜びが得れるタイプなの。メール届いたよ、ちょっと待って、兄の住所、あ商品番号とかも言わんといけない。兄たち、兄とその彼女に松阪牛ステーキのサーロインをねあげる。確かに細かった、私細い、え、でもなんか細く取ってくれてる人いたくない、めっちゃ嬉しかった。ピロコーさんマイクありがとう。そう お兄様にね、そうそう、お届け先ご住所、待って商品番号は、オッケー、行こう、たい焼きありがとう、ステーキ。でも私は今度スーパーで安いお肉を買ってみんなと楽しむ会を開きたいなって思って、行こう、ありがとう、マイクとたい焼きありがとう、ぼやきーさんも一個もたい焼きありがとう。おお、お兄さん細かった、嬉しい。でもなんか誰か細く取ってくれてる人がいたからさ嬉しかった。はい、今から郵便番号を書いて、いっていくわ。 What candy did you get me? Marshmallows! 兄様にそう、あみんなは、うん、静岡県静岡市、うん、駿河区の、うん、ああああなっちゃんたい焼き、あ、そ
本当みんなに送ろうか。いや入浴日記お休みじゃないよ。ね、勝手に寝かせんであげて。はーい、一個マイクありがとう、たい焼きもありがとう。あれ03730899広島郵便局中央。はい、お届け先ご住所ね。あ、待って、2個もかい、2回も書いちゃった。何々県とかあるじゃないですか。それを2回も書いちゃった。ちょっともう疲れちゃったよ。そう、広島県って書くとしたら広島県って書いてるのにその下にまた広島県って書いちゃった。わお、ポヨさんただいま会社の飲み会中、汗それは汗、頑張って。ともさんハートありがとう。 You're so nice. I left those at the apartment. Marshmallows?small marshmallows。 小人さん、イエー、ありがとう。え、おやすみなさい。やること終わった、あ、もう寝るの、頑張って、睡眠も大事、健やかに、みんな健やかな、健やかな。どういう、どこから声出しちゃうみたいな。お電話番号は メールアドレスはもう私のでっか。いやー、小人さん、イエー、ありがとう。何、あ、リホチが離席してテンション上がった時に最適。離足、離席してないけん、離足、離足、離足がつく、もしかして。エド、え、これにしようよ。次、今からじゃあそれにするわ。イコマイコありがとう、おやすみ、ゆっくり寝て。え、虚無飯最高でしょ。え、待って、私の虚無飯の最高さ伝わった、もしかして。ニューヨークって朝の6時21分なの、めっちゃ早起きじゃん。 Bring in you the bag. The bag? The bag?もう5通も送ったよ。ん、何しようとしたんだっけ、私何かについて調べてみるねみたいな言ったよね。あれ、なんて言ったっけ、なんで私スマホ持ってんの。
ニューヨークからキャンディー送ってくれるのかな。キョメ飯良いでしょ。やっぽー、やばい、もう私が何しようとしたか忘れちゃった。まあいっか、まあいっか。フォーユーさん、合間合間に聞いてます。バラありがとう。あ、はがきの写真送ってママたちに、でこれ合ってるって。サーロインステーキね。前髪は切ったの、もう。これ以上切らない。おでこにメガネ乗せてメガネ探す老人かって言われてる。でもさ、老人じゃなくてもさ、あのやってしまうよね。まあいっか。鈴木秀和さん、レインボースターありがとう。そう、ニキに肉を送る。そう、リアルニキに肉を送るの。住所合っとるってママに聞いてみよう。おんまゆにする。こういう人さ、こういうちょっと奇抜なお姉さんおるよね。奇抜めなさお姉さん街にさ、え、街にこういうタイプの奇抜なお姉さんおるくない？ナスビ、私がやったらなんかナスビなんだけど。え、こういうさ、え、大阪にこういう人多いの？ナスビなんだけど。え、シシャモのボー、シシャモさんのボーカルさんはこんな感じなの？おるやんね、超面白い。ちょっと私の笑い方面白い。いいじゃん、かわいい。ほんと、私ウルフにしてみたいけど、まあ勇気ないからやめちゃう。確かに大眉とか流行ってた時期ありましたよね。え、今日久々にメイクしてさ、ちゃんと可愛い姿をみんなに見せられて嬉しい。だってさ、いつもさ、なんかさ、あのすっぴんで、ありがとうございますみたいな、今日もシャフでしたみたいな、今日は全然家から出ませんでしたみたいなさ、感じでさ、いつも言ってたから。新書の色は、ううん、自分ではね、選んでないけど、あのすごいもうお世話になってる、その衣装担当のスタッフさんにね、いつも選んでいただいてて、私は黄色多めです。タラモマニアさん、かわいい、ありがとう。かわいいって、すっぴん好き、かしかわいいが問題なし、とびきりかわいい、よかった。よかった、ほんとありがとう。今日はね、デパコスを、デパコスあたりもちょっとなんかちょっといい女風にちょっと武装してたので、デパコスランドたちをこうやって見に行ったんよ。そう、デパコスランド。そしたらなんか、あ、気になってるやつやーって結構あったんで、そう、わかるでしょ、デパコス行くときっておしゃれしたくなるよね。ちょっとで、SK2 ちょっと母になんか、もしもうなんかなんかなんか母にもプレゼントをしたいなーって思って、で SK2 とか見たけど、もし肌に合わんかったらどうしようっていうので一旦やめといた、ね。え、すっぴんの方が好き、すっぴん好きの男は多いって。すっぴん好きなの？ほんと SK2、あ、左半分だけクレンジングしてみる。してみる、どうなるかね。そう、母、確かにみんなもすっぴんで配信見てるか。
ピンで配信見てるよね。え、やろう。なんかちょっと近寄りにくかったし、なんかこの デパートコスメたちのデパコスの何あれ、なんか近寄りがたいよね。すっぴんとすっぽんぽんで見てるの面白い。あ、でも今私が気になってるのは、でもなんか別にそんな高いのを買ったってプチプラと変わらないんだなと思って、ちょっとやめてる。でもベースメイクは変わるよ、お高いのがいい。でもチークとかそういうのは変わんないから、こっちだけすっぴんみたいな。だからちょっといいやって。でもいい匂いだよね。え、リポソームのナイトクリームだからさ、生き生きしてるんだよねお肌が。高いよね、暑いからすっぽんぽんになるね。でもさ、なんかさ、メンバーとかにさ、お誕生日プレゼントとかでさ、何か物買うとするじゃん。なんかどういうのを選んだらいいんだろうって悩む。そう、おう、おう、中村れのさんですか、こんばんは、飛んできたよってありがとうございます。手動、手動、受動、受動じゃない、自動、受動。れののトートです。こんなんじゃない、手動、ありがたい、優しい。リップで唇プルンプルン、いい感じでしょ。今日はあのリップオイル、ありがとうございます。そう、お肌に合うとか合わないとかあるからさ。でも今本当に気になってるのはエレガンスのラプードルの粉は、あの乃木坂のメンバーさんとかも使ったりしてるからっていう。なんか私結構乃木坂46のメンバーさん愛用コスメみたいなの調べて、それでなんか見たりしてるんだよ。だからちょっと気になってる。すごい、手動嬉しい。手動で駆動してくれるなんて嬉しいです。手動で駆動ありがとう。能動的に来た。手動コメント多くて嬉しいよ。え、香水の新商品シワ改善。え、私絶対もう30歳とかになったらもうそっちに絶対移ろうって思ってる。今はまだ多分自ら出てくる油とかがあるから、まだちゃんと自分を信じていこうって思うけど、これからもう自分自ら出せない油たちがきっとあるから、だから30歳とかになったらそういうのをちょっと行こうって思ってる。どこ行ってきた？え、あのね、歩いてきた。え、でもニトリ、ニトリ、一番はニトリ。ニトリ行ってきた。手動ありがとう。おばちゃんからまだそう受け取ってない。でもな、いつかちょっと使わせてもらおうって思ってる。ね。なんのキャンキャン。確かに。そうなの？調べてみよう。そうよ、油田、油田、私結構油田があるからね。あ、油いっぱい出てくるって。おじさん油。何、おじさん油って何があるの。そう、アンチエイジング頑張ろうね。ケイソードマット変えました。今夜からあのやっとストレスから解放されるかなってなると嬉しい。でもさ、あれケイソードマットってさ、あの干しちょかんといけんよね、確か。今から干しちょこうかな。嬉しい、手動で来てくれてありがたいです。そっか、そんな時間なのか。夏ってカサカサになりやすいの？マジ？そう、お値段以上。確か、シャワーの水が跳ねるかどうかか。どうやら跳ねるかな。でも最近ボディクリームを塗るのもちょっとなんかサボってて、カビに注意。マジ
え、ちょっとさ、珪藻土マット、え、お手入れとかしないといけないの？ずっとあそこに置いちょっちゃダメなの？バーリーさんラブラブありがとう。そうなの、やばいよ、ラブ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 、カビ取るんかな、なんなんやろうね。おお、なっちゃんもラブラブありがとう。めっちゃタオルぶん回すよ。もうさ、珪藻土マットがさ、吸った水全部吐き出してきたらどうする？急にブエーって急に珪藻土マットがさブエーって吐き出したらどうするこういうことを私たまに考えたりして、そう、ぷわーって急に珪藻土マットがもうなんかもう珪藻土になるよねって。そんなことないか、ありえんけど、ありけどさ、ボワーって吐き出したらさ、もうそう、マットの氾濫が起きちゃう。そう、そうなったらどうしようって私いつも考えるんだ。え、でもさ、2年間ぐらいさ吸ってたらさ、もうさ、もう10リットルとかになってんじゃないんって思わん？どうやろ。え、風通しいいところに陰干しした方がいいんだね。オッケー。そう、いや、溜め込んでるかな。吐き出したら、そうね、メールで報告する。八丁味噌の日？八丁味噌って何？八丁味噌ってことね。八味、急に八味発作。あー、冬場か、そうなのか。吸って吐いて生きることは呼吸すること。はい、舐めてみそかけてみそかいね。舐めてみそかいね。舐めてみそやないか。塗ってみそかけてみそ。見てないところで何吐き出してるの？バニーのコスプレ。バニーの日か、みんな大好きな日じゃん。今日はハチミーの日よ。ハチミー、ハチミー、ハチミー、ハチミーを舐めると、つけてみーそかけてみーそ。えっ、吸水した分は少しずつ吐き出してるって、なんやと言いながら前髪を直すやつちょっと待って、ロイボスティー持ってくる。私って普通の喋り方できる？あ、みんな今日の戦利品その2は亜鉛です。亜鉛、亜鉛。うわぁ、小人さん離席中の喜びを、イエー、そうだ、イエー、ありがとう。浦部さん、あ、浦部さんいる。パリーさん、あい、ありがとう。ボヤッキーさん、たい焼き。トモ様、ありがとう。たい焼き、あえん、こんばんは。え、浦部さんいる。じゃじゃん、タワーのお礼。あみやきくま浦部さん、なんじゃツンデレ貴族め、すっごいタワーありがとう。2023年8月1日リコチいません。おるやん、ほらツンデレ貴族ありがとう。あれうん、亜鉛の取り過ぎは銅の吸収を阻害するらしい。知らんけど。知らんのかい。こちらこそありがとう、浦部さん。あれだよね、更新に大事なんでしょ、なんかそういうの見た。でも一番はなんか目覚めが良くなるみたいな。初見かもしれない。あ、初見じゃなかったね。髪にもいいみたいな、肌にもいいみたいな。ありがとう、浦部さん。そう、 ZN、 そう、恥ずかしがり屋さんだったりする。Did you draw that? Yes.
なんか亜鉛飲んだら、そう、味覚障害がなくなるっていうのもあったよ。あとは亜鉛を飲んだら、あの寝起きすっきりするみたいな、力が湧いてくるみたいな。あれ分からん、え、乃木坂46のファンの、乃木坂46さんのファンの皆さん、あの依田さんが飲んでたサプリメントって亜鉛でしたっけ？最近亜鉛を飲み出して元気みたいな、乃木中で言ってなかったですっけ。わたやんさん、たい焼きありがとう。偏頭痛対策にもいいんだ。すごい。え、ちょっと確か言ってたような気がする。わかりまへん。亜鉛だったような気がする。それでずっと亜鉛が気になってて、私、え、乃木中では言ってなかったような。え、じゃあ違うか。なんでだ、何だっけ。そう、なんか何かを飲み出して元気になってみたいな、なんかジムの人に勧められてみたいな。馬刺しよね、馬刺し、かわいいって。会えんくならんよ、会えるよ。そう、え、サプリ私結構もう寝る前に絶対飲むっていうのをね、割と続けてて。え、量守る。宇田さんは馬刺しか。え、ジムの人になんか勧められて飲み始めたみたいな、なかったっけそれ。私さっきからずっと調べちゃうんやけどさ、待って、タウリン、もしかしてタウリン。さっき私が調べたらタウリンも出てきたから、え、マジか、やっちまった、タウリンかと思って、ちょっと金、タウリンか。これを飲むとなんか、タウリンって何、何、ごめんなさい、タウリンってどんなのなの。タウリン、ごめんね。え、ヘナドリに入ってるやつ。え、つい3日前から飲んでる。あ、ママがイカって言ってくれてる。イカなんだ、イカに含まれてんだ。え、えぐいくらい使えれ取れる感じする。マジ元気になる。ゲータミキヤくん、ホゲータ笑、ありがとう。え、魚介類なんだ。ドリンク剤に、なるほどね。な、何、タウリンさん、牡蠣にも入ってるの。ポケモンでは攻撃の努力値が上がる。え、そんなのあった、あったの。え、そうね、寝れなくなる、毎朝ユンケル。あ、美味しそう。え、ユンケルって何。タウリンか。亜鉛じゃなくタウリンだった。本当だ。朝に、朝一番にタウリンを飲む。朝は極力タウリンを飲んでラジオ体操。すごい。え、私、そう、亜鉛もいい効果ある？大丈夫かな？インドメタシンって何？あ、そうなんだ。取りすぎ良くないの？元気になるのはタウリンか。ガチ勢なんだ。朝は極力早く起きて朝配信をするしかないな。みやんこ先生、たい焼きありがとう。え、あえ、え、待って待って、あえんのありがたい情報、え、摂取した。あえん飲み続けたら朝すっきり起きれたと。え、ねえ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 、あえんは
筋肉に大事？え、そうね、何も何事もね、取りすぎよくない。鎮痛剤なんだ。え、ねえねえ、亜鉛っていつのタイミングで摂取しよう、調べてみよう。亜鉛摂取タイミング、タウリンか。調べてみた。待って、セクシー男優のイメージ。え、私あ、朝夜の方が亜鉛を吸収しやすいって。あ、ビタミン C は亜鉛の吸収を良くする成分、同時に飲むといいらしい。髪の毛にもいいんだ。亜鉛は女性特有の病気の予防に大切。そうなんだ。あ、亜鉛は体内に溜めておくことができないから、こまめに摂取する習慣をつけましょう。いいかもしれない。なんか亜鉛とマカみたいなサプリがあって、亜鉛も入ってるし、マカも入ってる。え、マカって思って、もし私なんか一日中なんかもう元気になりすぎちゃってみたいな、もうなんかへーみたいな感じになったら良くないから、それはやめといた。マカって思って、え、なんか違う、なんかちょっと違う意味で、なんか違う元気、なんか違う意味でなんか元気になったら困るとなんかそう、え、マカって思ったからやめといた。そう、なんか芽吹きになっちゃうみたいな、もうなんか違う意味で、そう、え、そう男性ホルモンがゴリゴリに出てしまって、なんか私はもうなんか良くないみたいなったらやめとこう、それはやめとこうと思って、そう、え、マカって思ったのよ。なんかマカってなんかそういうあれじゃ ないよなみたいな、なんかそう、ひげが生えてきたら困るし、なんかでしょ、なんかあれってなんかちょっとなんか高麗人参とかあるじゃんなんかそれでなんか違う元気になったらちょっと困るからやめとこうと思って、亜鉛だけにしたそうはい、で結局亜鉛を、じゃあ今夜は亜鉛を飲みたいと思います。そうごめんなさい。亜鉛は粘膜を保護するビタミン A を体内に喉に留める効果がある。喉の痛みを緩和してくれる、本当に最高じゃないか。うん、ごめんなさい、盛り上がっちゃって。そう、ヒゲが、朝配信で、あ、ヒゲが生えてきました、シェービングクリーム、ボワグイーンだったらちょっとやばいから。でもあと、あの昨日ですね、私ピルクルのミラクルケアというものをね、あのゲットしまして、あ、ゲットして飲んでみたんです。そしたらもうすっごい眠れて、なんか夜にそれをね一パック飲んだんです、チューチューチューって。そしたらもうすっごいよく眠れて、私朝方結構目覚めがちだったんですよ。そうとか、なんかたまになんか夜寝るのが遅くなってナイトケア、あ、ナイトモードをなんかあのせずに、なんかあの寝落ちることがあって、よく忘れずに寝てしまうことがあって、でそれであの朝方なんか連絡とかが来て、そのブーブー音で起きちゃうことがあったんですよ。だからそれがちょっと困ってて、でそれでちょっとピルクルのミラクルケア、そう、10本入りを帰りにスーパーで買って、え、待って、ヤスくんいるじゃん、タワーのお礼したで買ってみて、でそれで今夜それで寝たいと思うんですけど、昨日の夜はそのセブンイレブンに売ってるタイプを飲んでみて、でそれでもうすっごい眠れたんです。9時間1回も起きずに眠ったんですよね。そうなの、9時間1ミリも目覚めることなく寝てたんですね、私。そう、強いでしょ。だからちょっと気になって、ちょっと今日もそれを飲んでみる。そう、
1月から毎日飲んでる。どう、全然お買い得だよね。え、寝起きでも今朝はね、寝起きが悪かった。だってさ、今朝は宅配便にピポーンで起こされたから、そう宅配便に起こされたからもうみたいな感じだった。え、でももうずっと、なんかもうずっと寝てるから怖い、逆に大丈夫かなって感じなんですけど、今日も楽しみ。時間して午前中だったんですよ。確かにノーマルピルクルじゃあかんみたいね。そう、大爆睡だった。そう、薬膳より全然お買い得だね。10本入って400円もしなかった。リコちゃんはね、山口県出身だよ。工藤の絵引っ掛け入れたい。あ、2時間睡眠、あー頑張って。そんな時もあるの。ぐっすり眠れる、寝れる時寝ていこう。そう、もう絶対寝坊とかしちゃうよ。リコチウチは栄養ドリンク飲みすぎると眠れなくなっちゃう。マカは美肌やアンチエイジングにも効果あるの？じゃあ30歳になったらちょっと試してみようかな、マカ。待って、私さ、ヤスくんいますか？ヤスくん、ヤスくん、7月22日にもらったかき氷タワーのお礼がしたいです。30過ぎたら亜鉛マカ飲む、アイドルになる。で、30過ぎたらリポソーム使い始める。わたやんさん、レインボースターありがとうね。それとタオリンね。すごい、全然寝れる、強い、いいって思った。今朝はカフェラテ飲んだから割となんか元気って感じだったからよかった。目覚め、寝まくりマンだからちょっと良くなくって、だからちょっと今日は瀬戸チャレ見てその後すぐ寝ようと思う。あやは女性ホルモンの分泌、促す効果ある？つまりは女性らしくなる？まだ若いもんね。ねえ、やすくんいない？美容によくね、生きていきたいと。あとはちゃんと風邪薬も飲みました。そう、風邪薬飲みました。やすくんいない？ね、瀬戸チャレ楽しみね。深夜ラジオ聞かないね。でもさ、気になってるのは気になってるのは霜降り明星さんのオールナイトニッポン。マカ飲んで元気になれたらいいかなと思ったけど、まだ必要ないね。ヤスくんいないって。色塗ってて可愛い、いない感じだね。これはまたのチャンスやな。割とね、タマのお礼したいんですけどね、いらっしゃらないっぽいです。SNS なんてなかった。リコチン摂取して戦利品いっぱいゲットした。ルルで風邪治してほしい。ルルの一番最初にさ、喉の痛みって書いてたからさ。だからきっと治るよ。予定は治ります。でもちょっと常備薬としてね、常備しておこうと思った。その常備薬コーナーをちゃんと整理整頓しておこうって思った。私の常備薬コーナーがちょっとあまりにもごちゃごちゃなので。リコチはお利口さんのビタミンって必須ビタミン。リコチンは取りすぎるとちょっと元気になりすぎちゃうから、なんかちょっと高揚感が出てきて、でそれでちょっと足りなくなったら
ちょっと禁断症状出ちゃうか。 What are you doing the rest of the night? Taking a bath. Organizing my stuff.Working out. That's it. Watching anime. 喉イガイガしてルルルル飲んで喉スプレーシュシュしたらいけるね。たださ喉ぬる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 スプレーのキャップがどっか行っちゃった本当に。テコチン不足は禁断症状出るよね。え喉ぬる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 スプレーのさキャップないと私ちょ困っちゃう。マソトレーニング、マソトレ、マソトレするマソトレ。リコチン再摂取しなくても顔見るだけで摂取できるの？すごい、すごい。ラップしとけばええか。ラップし、あ、ラップね、オッケー。さすが。みんな、みんな優しい。ラップしとき、優しい。うん。そう、血液型不明。あーマヌカハニーのアニメちゃんとかいいね。リコピン毎日摂取してる？トマト食べてる？えらい。エアタグ亜鉛は脂肪を燃焼してしやすくしてくれる？めっちゃいいじゃん、めっちゃいいやん。めっちゃいいじゃん。今日はうーん、今日はまあゆっくりお風呂に浸かりながらネットサーフィンかスラムダンク見るか したいかな。じゃあ工藤の定型文を変えていこうと思います。でもこれつけてるからちょっとこれでお風呂入ると大変になっちゃう、大変なことになっちゃう、大変だ。大変だ大変だになっちゃうから、本でも持ち込もうかしら。どうや、変えてみた。てぃな、ゆっくりするわ。リコチンの服装は休日に、そろそろゴリラ配信ある気がするって思って、主婦生になり、主婦生なり、体重が増加する。なにそれ。そんなことあるの？ B 型っぽいよね、私。ちょっと B 型感あるよね。お、あるかもって。コビトさん、イエー、ありがとう。世界が終わるまでは、マジこの歌良すぎてちょっと泣きかけるんよな。テイカーさん、たい焼きありがとう。デブショー、デブショーって何？デブショーって何？どういう意味なの？亜鉛は味覚のミネラル、味覚が普通になってちゃんと美味しいもの美味しいって感じられる。あー、え、私デブ症なんだけど。お友達じゃん。私もさ、デブ症でさ、何々部署めんどくさがってしない人。あー、デブ症、デブ症。あー、すごい、そんな言葉があるんだ。感動してる。仲間なんだけど。旅人で
デラックスさんありがとう。 DX さんかありがとう。ジュース、そう私もデブ症だけど今日は歩数ちょっとちゃんと歩いてちょっとあの健康になりたかったから外出た。うん、そう、いつの間にいつか定型文変わるさ。リフレッシュしたらいける。リフレッシュ更新、え、飲み歩くこと減った？こっち配信見たいけ。さすがよ、家派だよ。今日は7800歩ぐらい歩けたよ。あと200歩で8000歩行くんじゃないって感じだから、やったねって7800歩。あとにデブ症、デブ症、デブ、デブ症候群でデブ症、デブ症、デブ症ですか、デブ症。ハッスルマッスルの呪いは解けたよ。200歩なら配信中に歩けない人間今足踏みしてるからこう見えて疲れた。今日はもう歩くの疲れちゃった。もう重たい戦利品たちをこうやって、デブショー、ハラショー。亜鉛や亜鉛は肌や髪の健康維持にも効果ある。いいこと。今日さ、瀬戸チャレ耐えきれるかしら。あ、今日はディフューザーをの枝を買いました。だから多分いい匂いが広がってくると思う。固定コメントね今更新したけどどうかね。でこっちでも好きなぐらい配信どう、1時間ぐらい経つのかな。みんなと昼に結構やったよねきっと。分からんけど私的にはもうバタバタしてたから1時間とかやってた気がする。え、1879ステップしかしてない。え、でも7000歩でもすごいよ。お、えどん、キーサスか、そうディフューザーの、とりあえずテレビの目の前にさディフューザーの枝置いてるからさ、これアーナからもらったディフューザーなの実は。でもったいなくて使えてなかったけどもう使わない方がもったいないから使ってみた。で枝どっかやってるから枝ちょっと今日買ってきた。どうなるかね。確かに白たくさんつける配信やった。え、本当にもうマジでテレビの目の前にあるから良くないって思ってちょっと後ろの方に変えようって思ってるよ。だってトイレテレビ見れなくなっちゃうもん。私さっきからテレビのことトイレって言いかけてた2回ぐらい。そしたら本当に言い間違えた。え、2万1000歩すごい。リュウク可愛い、ありがとう。はい、リュウクさんありがとう。竹串じゃダメなんかな。何の香りか。これはアーナからもらったなんかウッディーみたいな、ウッディー、ウッディーコンテンポラリー。でもなんか
テレビの棚のところとか埃溜まってるからちゃんと直してあげないとなって思ってる。バースもありさ、ウッディやったらうまい、まつげかわいい、嬉しい、トイストーリーのってウッディの香りってどんなに、なんかちょっと土臭そう、あの砂のところいるから嬉しい。今日はいつもと違うマスカラ、でもなんかもう塗りすぎてなんかもうダマになってなったからちょっとやめた。ちょっと次から違うマスカラにしようと。え、じゃあ今からネットサーフィンをしていきたいと思う。私の趣味のネットサーフィンをするんですけど、私あのツイッターでほら、あえ目覚めあえんとか書いてみたもん。背の声かからないね。富士山登るの何歩だいけるんだろうね。そう X で、そう XXX で、そう例えばマスカラおすすめみたいな風にエゴサ、エゴサーチっていうかサーチするんですね。あ、ミルクタッチのマスカラいいらしい。やっぱミルクタッチよね。ローズブラウン出るんだ。ほんのり赤みで目元の血色アップできそう。まつげをグッとボリュームアップできるかで上品系アイメイクにもおすすめって。ミルクタッチいいですね。あ、ロム&いいね。カラーマスカラが人気ですね。ちょっとまつげのなんか好きを出したいからカラーマスカラが多分ね。まつげが真っ黒でもうバッサバサよりかは透明感が最近はメイクでも求められてるので、それで多分そういうのが人気なんですかね。え、でもやっぱウォン・ジョンヨでしょ。ウォン・ジョンヨじゃない、これ私みんな何聞いてるのってなら。顎のラインシュッとしてる、やったね。りょうちん何言ってるか分かんないけど楽しそうだね。今特にでも欲しいコスメはないんですね。髪の毛のボリュームアップがいいってマスカラで、そう X って言えないよね。 X って難しくない？ X、 まあでもミルクタッチいいな。ブラウン、ローズブラウン気になる。これかな。じゃあ次は、え、でももう全然そんぐらいしかもう私今知りたいことない。寝起き、目覚め良い、目覚め良いで今からペケペケにするわ。目覚め、キューピーコーアの水色の粒を飲んで寝るとめっちゃ目覚めが良いと聞いて試す。へえ、休息したい体にだって。お休み前にも処方できる、カフェインゼロ。へえ、なんで自撮り？あ、今日は目覚め良かったよっていうことか。あ、おはよう系のツイートが多いですね。あ、ストレッチをして寝ると目覚めが良くなるらしい。あとはポケモンスリープについて、お 3D ゲル枕がいいらしいよ。はーん、これ広島じゃね。あ、全然広島じゃない、全然広島じゃなかった。よくわかんないやっていうのを私結構趣味でやってます。何今のそう、え、やばい寝坊したい。耳もめ、もみみもみ、耳もみじゃんけん、耳もみじゃんけんってこと、ミニモニ、なるほど。確かに危ない、危ない情報も気をつけますね。そう、こういうのを趣味でやってます。し、本当に趣味ネットサーフィンかも。
ミニモニじゃんけんか。ミニモニじゃんけんするわじゃん。もう歌ね、歌えない、好きだけど。生まれる前なの？耳もみよこ。あー、ネットに頼らず。勘違いして休みの日を仕事の人、やばい寝坊したって。なるほどね、一瞬で目覚められる。え、つべ見るよ、つべ、ようつべ、ようつべのあのそういう美容系もあさったりするよ。そしたらもう知らぬ間になんか時間過ぎ去ってること多い。割と私美容の情報収集とか好きなんですよ、こう見えてね。つべスケスケだよね。何のコスメ動画？そう、美容系あさったりします。つべのつべの美容系、そう、割と私はあのニューハーフ系が好きで。わかんない、え、わかんない、ニューハーフじゃないよ絶対、多分オカマ、なんかちょっとあの男性がやってる系、なんか男性美容オタクの男性がやってる系が私好きで、あの映画チャンネルめっちゃ見てます。え、あの映画ちゃんじゃないですよ、美容の映画チャンネルなんです。そうそう、なんかその人すごいあの努力 して。ようつべって星なの？ようつべ、ようつべって悪い言葉な。そう、でも多分エガちゃんはじゃないのかな、多分違うけど。もういいか。え、トラックって、あのトラックヘアオイル使ってる。え、エガチャンネルめっちゃ見る？友達じゃん。この人のなんか成分のせい、ん、スキンケアの成分とかすっごいあの詳しく言ってくれてるから。だから、あ、うつがダメなの、あ、確かに、え、不適切、あ、スラング系だから、え、そう、絵代わりとかやってるよね。もうそれで買ったりしてる。ホワイトは近勝ち、イエーイ。これした2時50分しかね、そう、アゼラインさんジカリウムみたいな、そういうのを見て学んだりして、あ、赤身にはこれがいいんだと、ニキビにはこれがいいんだみたいな、そういうのを学んでる。じじゃーん、ホワイトはチコガチ。え、ネックレス可愛いでしょ、でしょ、ホワイトはチコガチ。へ3、え、バンドガールクマちゃんありがとう、いつも私のこ、私への愛あふれすぎ、ホワイトは200人おるんやで、キャー。2023、8月2日、リコチ。ホワイトは200人おるん？ありがとう。昨日やったね、ネックレスかわいいの。明日もこのネックレスをつけて、ある女の子とデートに行こうと思っています。ホワイトはチコガチありがとう。え、あいあいさん見る、絶対見る、コスメ配信してるんだ、絶対見る。ありがとう、ホワイトチコガチ。白ってな、200色あんねん。こちらこそありがとう、照れてる、ありがとうございます、照れてる照れてる照れてる。あれっこりー。でも何がいいかって、やっぱり皮膚科に通うことが一番いいんだなって思いました。ホワイトはチコガチありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう、ハートもありがとうバンドマンガールありがとうありがとうございます。もういただいて嬉しいです。そう、医学はねいいなと思った。オメガ3とかオメガ6、オメガ脂肪酸、オメガが大事なのか。なるほどね。ちょっと最近美容モチベ高いから頑張っていこう。
照れてる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 になっとるやないか。え、わかる。美容皮膚科のレーザーのか、え、気になるんよね。でも広島って美容皮膚科あります？そう、継続する。みんな不正解ですね。工藤、本物の工藤、正解者はいませんね。あ、アマニ油確かになんかかけるといいみたいなね。あやねも言っとったなって。皮膚科、美容皮膚科も行ってみたいけど、いいところ、近いところでいいところが分かんないから。私はどう、そう、保険聞くのかなとか、ちょっと高級、ちょっとええとこって感じだから、ちょっと手出せずにいる。そう、ちょっとええとこやな。うるさいね。ごめんなさい。え、あ、焦った。ごめんなさい。美容外科、美容皮膚科保険がやっぱ効かないね。ごめんなさい。皮膚科あるかな。リコちゃんまだ小児科なんだ。シミ取りかな、ほくろ取りかな、イボ取りかな。イボっぽそう、いやシミっぽそう。保険聞くんだ。私さ、そばかすが気になるんやん。でもまあえっか、腕もう大丈夫。え、イボでした。めっちゃおもろい。しゃっくり、電気室座ってるの。え、かわいいよね。え、お姉さん感あっていい。じゃあそう、ほんとドッキングワンピって言うんか。やった。あ、トップスです。いや、これトップスです。分かれてます、これ。え、そうなんだ。おお、なんかたくさんの方が訪問してくれた。イボでしたって。面白い。ちょっと気になるな。でもまだ気にしなくていいか、まだ気にしなくていいかな。でも結構ツイッターって有益な情報であふれているので、そういうので調べてネットサーフィンして時間を無駄にするっていうのが私はね、すごい好きです。時間をね、飛ばす。でもお風呂入りながらすることが多いから、ちゃんとお風呂でちょっとなんか汗を出しながら、そう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 、だからいいこといいこと。お化粧口は美人になるから困る。キュルルルンですね、探し方次第。でも気になる皮膚科さんがあって、でもそれはめっちゃ遠い。東京駅より遠いわ。めっちゃ遠すぎる。広島駅より向こう側にある、なんだろう、なんかそう、なんか車で行くようなぐらいの距離にあるから、それはなんかそう、え、嬉しい。お姉さん感嬉しい、出てる。え、ふやけるふやけるふやける。そうそう、なんかなん、あっちの方、東広島方面なのかな、わかんない。ここが何広島なのかもよく分かってないんだけど、4年間住んでて。
でて、ここが何広島かよく分かってないけど、そう遠いところにあって、でもそこはなんかメイクさんがね、なんかこの子あのこの皮膚科さんはみたいな、あのそうそうこの皮膚科はみたいな、花嫁がもう花嫁たちが最終的にあの最終兵器としてなんか使う、なんかもう駆け込む皮膚科って言ってる。だからそんぐらいなんか、あ、花嫁さんが行くならそう駆け込み寺、そう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 、だからそれぐらいいいとこらしいから、そう信頼と実績でしょ、すごい、そうでしょ、そうだから気になってる。でもみんなが本当良かったっていうらしい。みずきさん結婚してどうしようか、どうしよう、結婚するんだ、あ、じゃあその私がもうみんなに結婚してって言われまくったらそこに駆け込むわ、結婚するんだ、もう最終的に最終兵器としてそう駆け込むの。本当皮膚科いいよ、皮膚科、あれ広島市なの、わかんない、なっちゃんコンコン結婚して、じゃあちょっとその皮膚科通う、また今度通うわ、また今度通うわわ、ちょっと通わんね、つまり結婚はせんね、そうね、その皮膚科通い始めたらもうあの刺してほしいね、刺してください、そう駆け込み寺、うん、なんか駆け込むらしいよみんな、花嫁が。小原市、とりあえず遠い広島の地名まだ全然分かってないや。今日の前髪好き？すこ？嬉しい。パッツン。無人島に二人きりになった時はよろしく。何が？その休暇に行きましょうって？無人島に？うん、さして。いやー口熱い、上あごふやけどかわいそう、皮膚科でもなんか、うん、しょうがない、あ、ヒバゴン伝説のところ、ヒバゴンネギ今日買って帰りました。そう最近遠くの皮膚科に通い始めてって言い出したら、あ、え、でももし私が卒業しますってなって卒業ドレス着るってなったらその皮膚科さん行って私はもう全身ケアするね、まあ半年間ぐらい通うことにするわ。うん、通うことにするね。何飲んでるの？ルイボスティー。もしね、美容点滴今日はしてきましたみたいな、もうすごいメールいっぱい送るけ、今日はみたいな、点滴打ってきました、ここに点滴で、寂しくならないで大丈夫、まだ近くの皮膚科さんって何にもしない美容というものを今はね、その近くの皮膚科さん、ほんとすぐ近くの皮膚科さんで一緒に頑張って何にもしない美容、ライスで待ってる、だって寂しくならないで大丈夫だよ、大丈夫だよ、うん、お肌が綺麗になったらフラグが大丈夫だよ、近くの皮膚科さんで、そう塗り薬もらってるから、何にもしない美容というものをね一緒にしてる、もう何にも、え、その先生曰く化粧もするなみたいな、メイクもポイントメイク、洗顔はもう顔洗うのは水だけ、もう皮膚あの日焼け止めも塗るなみたいな、買いでしょブレスレット、そう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 、でもそれはちょっとあの全然言うこと聞いてなくって、全然もう全然化粧水とか塗るし、あのそうメイクも全部するし、洗顔とかももうバーって
するし、これは留学先で買った、私が高校2年生の時。いいね、いいセンス。そうでも全然してるし、化粧水も塗ってるし、なんならクリームとかも塗ってるし、でその上に皮膚科でもらった薬をピッて塗って、それ割といい感じになってきました。そうポイントメイクはそう。嘘、え今日お姉さん感強いってめっちゃ言ってもらえて嬉しい、嬉しい嬉しいに帰った。そう自然治癒力を活用するタイプ、全然バリバリ使っててごめんって感じ。メイクさんでも可愛いって。留学ってどうですか、アバウトの質問すぎる。えでもなんかちょっと違う地で違う自分に出会えるというか、なんか新しい自分になれるよ。うん、もうはいみたいな、生まれ変われる、かぶれられるよ、結構かぶれますね、はいみたいな。でも私はもう全然行かなくても、全然もう留学しなくてもサングラスとかかけちゃった、はいって。そう夏の日差しがちょっと強すぎてみたいな。そうそう、ネックレスもニュー可愛いよね、ちょっと華奢な感じが。全然もうニューヨークに来、みんなニューヨークに来よ、はいみたいな。美人お姉さんだって嬉しい。アメリカはシアトル、間違えた、ポートランドとシアトル、な間違えてなかった、ポートランドとシアトルに2週間ぐらいいた。自然治癒、ヒルドイドいいね。ヒルドイドさ、ヘパリン類似物質がさすごい保湿してくれるからいいよ。指輪威嚇、あ指輪威嚇したよ、でももう手洗ったから取っちゃった。アフロにして帰国やばい、もうめっちゃ被れとるやんってお肌もめっちゃ焼きまくるみたいな。そうオレゴン州、新婚旅行どこ行くか、ニューヨーク。なんかでもそうあっちじゃさーみたいな呼び始めるけ。あスタバ1号店行った、その時のマグカップ買いました。でもタンブラーとかも買えばよかったなって。だからまたシアトル行きたい。そうえ NBA の街なのポートランドって、全然知らないんだけど、なんか私はなんかお散歩できるとこ、なんちゃらトレイルみたいな、オレゴントレイルか。確かにあんまメイクあんま濃くないと思う。あー宇宙センターいいね、シアトルのあの宇宙違えた空港みたいな、そこ行った。そうそうなのよ。でもね寒かったね、確かにめっちゃ鼻声今。英語どうやって覚えたの、憧れる。英語は好きだったから多分覚えられた。でもあの頃はやっぱ若かったからさ、ちょっとのやつですぐなんか上手くなってたけどさ、今はもう全然よね。あの頃のなんか好きはものの上手なれみたいなさ、もう返してほしい。今全然何にもない、はいはいぐらいしか。まだまだいけるよね、あの頃は若かった。そう好きこそものの上手なれ。お洋服かわいい、嬉しい。ちょっと今日はちょっとおしゃれなお姉さんになって行ってきた。え、わかる、英語しか喋ったらダメです、もう日本語喋ったらはいアウト、即帰国みたいな、即帰りますみたいな、そういうところに身を置きたいよね。サンフランシスコ、お侍ちゃんと話してた難しい言葉は学校で覚えた。私結構ガチでお勉強頑張ってたから偉かったんだよ、私って学生時代だから。そうだから割と学はあるあるある、ちょ
名残があったのさ。勉強頑張れ。でも先生がみんな面白かったから勉強頑張れた。そう、勉強の楽しさを先生たちがみんな教えてくれたから。フローズンチョコマンゴー、えねえ、私さあれのさブルーベリーの周りにチョコがかかっとるフローズンのやつ試してみたいのよ。オートのこもオートのごもる大惚れごもりましたか。学のある女の子好き、嬉しい。インテリジェンス感じてますか。でも全然私そんなあれよ、賢くないからちょっと頑張ろうって。そう、勉強の仕方が分かったら分かった。え、ブルーベリーいいな。え、バナナもさなんか売ってた、全部3種類さ、全部なんか兄じゃない。待って、兄から連絡来たから、え、3週今日の1週間2週間3週、あ、じゃあ8年じゃなかった。まあ午後でいっか、午後にしてあげよう。お兄ちゃんにお肉を送るための、8年後の8月になってた。危ない、兄じゃから。浦部さんたい焼きありがとう。酒焼きここってさっき酒焼きって言うの。家族はね、ライブ見に来てくれたりした。花だれ公園の山口県であったやつは親戚もみんな見に来てくれた。うん、え、嬉しい。まつげ、でもマスカラさ新しいの欲しいってなってるの。何がいいかな。あ、ランコムいいな。今持ってるやつ、ランコム明日塗ってみよう。浦部さんありがとう、たい焼き。じゃあちょっと3週間後にお兄ちゃんに届くようにします。私がオッケーラッコですって言ったら、ありがとうパンダですって返ってきたね。まつげさあ、え、キングダム教えてもらってるわ。キングダム調べる。速乾、おお、してくれるの嬉しい。え、絶対いいじゃん。え、束感ができるのね。束感だった、速感じゃなく。うん。確かに兄弟だなって。うん。束感。リョフジの目好き。嬉しい。大人の頑張り初めて聞いた。浦部さんたい焼きありがとね。言ったか。かよかった。それは良い。ランコムってね、チポコさんの代名詞的存在。じゃあ個人情報保護シールでこれ隠して、この情報
オッケー、隠してあげてポストに投函しよう。美味しく食べてねって。おけらっこ、おけらっこはおけらっこよく使ったんやけど、おけらっこはフィリピンの言葉よ。オッケーって意味。あいもオッケーって意味よ。お、貴族だ貴族だ。 NRR0022 さん、サンソンさん、バリー毎日、サンソンさんバリー、ラブラブビーム、コビトさんイエー、サンソンさんハートありがとう。気になる。ちょっとコスメ欲求さ高まってきたからさ。フォーユーさんおかえり。ただたたたるただ、たい焼きありがとう。ありがとう。毎日たい焼き。サンソンさんハート。 NRR さんたい焼き。バリーさんマイク。うわーすごい。宛先に保護シール。宛先じゃないや、危ない。自分たちの、あ、自分の住所にね。よーし、オケラッコです。オケラ、あ、そう、オケラッコ、なんかオケラがオッケーで、オケラッコがついたらアイムオッケーらしい。ヒエー、どういう仲なの。リコチショールーム来てくれてありがとう。じゃあ皆さん、今日も私にお付き合いいただき誠にありがとうございました。今から行くのは危険か。明日もし早く起きれたら朝散歩のついでに行こうかな。ラッコチ、ラッコチはこれ。ホタルの光、やばい、ホタルの光が流れ始めた。終わりだね。窓の月、窓の雪、ストーチのおひさまさん、ラブラブありがとう。ラー、危険ってほどじゃないか。日本の治安なめんなよって。トゥー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 、本日も工藤理子のショールームをご覧いただき誠にありがとうございました。トゥー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 、カズさんお疲れ、ありがとう。あれ、カズさんにタワーのお礼したよね、できたよね、私してるね、してるね、してるね、してるね。なっちゃんハートありがとう。じゃあ閉店でございます。カズさんミラボありがとう。こうやってミラボありがとうって言っておきながら、このチャームポイントのブレスレットをアピールするっていう、ちゃっかり。どこが一番綺麗かな、ここら辺じゃない。え、可愛いって嬉しい、可愛いって言ってくれるからだよ。コベトさんイエーありがとうと言いながら、このブレスレットをアピールする。イエー、ズーデスさんマイクありがとうと言いながら、このブレスレットをアピールする、ちゃっかりちゃっかりアピールするね。色が素敵だよね、可愛いよね、嬉しい。ブレスレットいいよね。MP 回復しそう、確かに何度でも言います。フォーユーさん、あ、やばい、イエーイありがとう。左手でやる。右手でやろうとしたけど左手でやる。何、いや、皆さん今日も私の配信を見てくださってありがとうございました。そう、腕を上げたね、これ本当の本当の。じゃあ明日も亜鉛を摂取して、明日目覚めるのきっと
待しておきたいと思います。でピルクルのミラクルケアを飲んでぐっすり眠りたいと思います。ツーデさんお疲れありがとう。亜鉛飲んで寝るね。目覚め良くなるんかな、楽しみ。でもピラクルはあれや、川魚や。ピルクルのミラクルケア飲んで、ま、爆睡するか亜鉛で目覚めるかどっちかよね。白書のくせ、アシカの拍手言われた。うん、でも今夜の瀬戸チャリ広島編を見て寝ます。会うよ、みんなと会えるよ。また来てください私の配信。ピルクルで落ち着くよ。あれ期待しておきたいけど、会えに会えんかったら辛い。うん、やばいやばい、一撃二連。うん、やばい、アシカだったのか。皆さんありがとうございました。キャルピースでアピールありがとう。ピルクルのミラクルケア、ピルクルのミラクルケア、ピルクルのミラクルケア、むずいわこれ。おやすみー、おやすみー。ん39位からいきますよ、終わらないと。39位からいくよ。三丁目のハゲてるさん、コロネさん、ソニーさん、ケイクワトロさん、ネコジタ監督さん、フォーユーさん、エスピモンさん、タダチーさん、ヨモリンさん、チャンタさん、ユーノくん、オリちゃん、ソロナルさん、ガッチーさん、タカヒロマックさん、タカちゃん、ネップーバサラさん、ナポリンさん、シルニジピンさん、ヒラリさん、サンソンさん、日立三号さん、シューリアさん、ワタヤンさん、ディーさん、ヨウくん、ストーチの貴様さん、馬一筋さん、野口さん、マシャさん、ハヤトくん、ナベナベ所長、イッコー。そして本日の秋元先生枠は浦部先生です。ありがとうございます。ボヤッキーさん、なっちゃん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はデュークさんでした。デュークさんありがとう。第2位は小人さんでした。小人さんありがとう。そして第1位はバリーさんでした。バリーさんありがとう。ありがとうございます。みんな今日も私の配信見てくださってありがとうございました。みたらし団子の日、さくちゃんさくちゃんじゃん。バリーさんお疲れありがとう。なになに、プチ小人さん、イエーありがとう。イエーありがとう。おやすみみんな。イエーありがとうみんな。じゃあ今日も喉のご自愛しまくりますわ。ありがとうございます。じゃあ ZN 飲んで寝ます。配信見てくれてありがとう。またメールで送りたいと思います。後ろさんお疲れ。あれもう終わっちゃうの。元気元気ありがとうございました。健やかにみんな、健やかに最後までブレスレットアピールを忘れない。ちゃっかり嬉しい。カメコ写真楽しみ。嬉しい、皆さんがねカメコしてくださって、私のことすごい可愛く撮ってくれてるから。カズさんありがとうありがとう。また明日ねー。何楽しいの、耳ときどき指。イエーありがとう。ホワイトチコがチャートありがとう。イエーイエーイエーありがとう。じゃあね、調べてくれてありがとう。何の日か、もういつかしれっとやめてもいいんだよ。Eメールさ、そうだよ。じゃあねー、おーバイバーイ、また明日ねー。おつっこりー、バイバーイ。ピッピー。私めっちゃ顎しゃくれ。